ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、出会いは奇跡のお時間になりました。今日はですね、根本真子がちょっといないので私一人で司会をさせていただきます。今毎週毎週出会いは奇跡の映画に出ていた方々に、対談、ラジオ対談出ていただいてるんですけど、もう本当女性、もう可愛くて綺麗な女性が多くてですね、まあ、今日ももう本当可愛くて綺麗な女性なんですけどですね、今日は出会いは奇跡の、中身の内容は皆さんにお話しすることは ネタバレになっちゃうので言えないんですけど、あるシーンで歌を歌っていただく方をご紹介したいと思います。ラジオ聞いてらっしゃる方は見えないんですけど、あゆみちゃんっていう名前がですね、今ここにあるんですけど、あゆみちゃんと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず自己紹介を軽くというか、年齢、出身地、今やってるお仕事とか、差し支えない部分で良いので、ちょっとお話をしていただけますか。お願いします。はい、はい、19歳大学2年生の、あゆみです、埼玉県出身です。今は、大学に通いながらなんですけど、小さい頃から夢だった歌手を目指しながら、今ちょっと配信アプリで配信とかをしながら活動しています。すごい、小さい頃から夢だったって今おっしゃいましたけど、はい、私もちょうど音楽やってたんで、僕の場合は歌ではなかったんですけど、歌い手さんになりたいというふうに思われたんですか、小さい時から。そうです、そうです。小学校5、6年生ぐらいからずっとその歌い手の歌手になりたくて、そうですね。でもなかなかやっぱりその自信が持てずにいたんで、なるほど。はい、なので親とか友達とかにはやっぱり言えずにずっと続いて、言えなかったんですね。はい、そうです。で、高校3年生の時にはそのやっぱ進路を考えるってなって、自分が一番やりたいのは何だろうって考えるようになっ、ちゃんと考えるようになって、それまでは本当にそれこそいろんなオーディションだったりとかもう全く受けたことがなくて、ずっと自分でやりたいな、なりたいなと思いながら、いろいろその他にも友達にそういう子がいたりとか、自分の夢を公言してる友達がすごい羨ましいなってずっと思って、なるほどなるほど、自分ができない分羨ましいなと思ってて、でもやっぱその高3の時にやっぱちゃんと向き合って一番やりたいのはそれやっぱ歌手になることだなと思って、で高3の秋に初めて事務所のオーディションなんですけど受けたりしながら、っていう感じですね。おお、なるほど。ちなみにその一番その小さい時に歌手になりたいと思った、多分何かきっかけがあったと思うんですけど、そこちょっとお聞かせていただけますか。本当にずっとそれこそ小学校に上がった時ぐらいから、私姉がいるんですけど、姉がそのジャニーズの嵐が好きで、その時、私もそれで一緒にハマってそこから姉よりも自分がファンになるぐらいの勢いですごい好きになって、ライブの DVD とかも見たりとかしてたんですけど、それを見てる時にそのいろんな国立競技場とか東京ドームとか大きい会場で歌ってるのにすごい楽しそうだなって思って、自分がそのファンだったんで、かっこいいとか、なんかすごいなっていう反面、あそこに自分が立ちたいなっていう感覚がこの時からあってっていう感じです。なんかその時は漠然としてたんですけど、それが今もずっと思ってる夢だったかなって思って、一番最初のきっかけやっぱりその嵐の、実際には行けなかったんですけど、人気すぎてチケット取れなくて、それが嬉しかったんですけど、ライブの DVD とかを見る限りで、いいなっていうふうに思ったのがきっかけです。僕もね、嵐はね大好きですね。一人一人のね、キャラクターが当然もちろん違うんですけど、なんかいいですよね、人間性というか、変にかっこつけてないというか、そうですね。なんか庶民的
で、かつなんか有名みたいな感じです。うん、大好きです。あの なるほど。あの、ちなみに、これ、あ、これはまあ多分言ってもいいことか。ちなみに嵐の中で一番好みのタイプって言ったら変ですけど、あの、ちょっとお話ししてみたいなっていうことは誰がいます？どうだろう。でも、2人いて、一番最初はその嵐を好きになった時から、まあ、割とずっと桜井くんが好きで、うん、桜井翔くんが好きでだったんですけど、後半はニノもちょっといいなと思ってでもなんかそれぞれあのちょっとなんだろう、グループで活動してる面と個人で活動してる面が多分嵐ってすごいあると思うんですけど、うん、みんな演技はお芝居やってると思うんですけど、うん、まあ二宮君に関してはその結構いろんなドラマとかあの演技してるのを見てちょっとお話しなんか聞いてみたいなとか、なるほどなるほど、はい、とかあと桜井君はなんだろう、多分唯一の大学卒業者かな、多分グループの中ですごい経歴を持ちながらもあの面白くて、でもなんかゼロのキャスターやってたりとかすごい幅広いじゃないですか、うん、だからそういう面でお話聞いてみたいなっていう感じで、なるほど、話が結構長くかかりそうですね。僕もこういう話大好きなんですけど、あっという間に終わりそうですねこの辺りが。ちなみにやっぱり夢を目標にするときに一番大事なことは、これ私はいろんな人に話してるんですけど、同じ夢を描いてこうなりたいっていうお話を聞いていただいて、まあ聞いてもらうお友達とも、もう一緒になりたいねっていうような友がまあいるっていうのが結構大事だと思うんですよね。だからそういう人がねたくさんいればいるほど励みにもなると思うんですけど、ちょっと頑張っていきたいですね。なるほど。今度はですね、この出会いは奇跡のオーディションを、まあ、見つけて、最初に感じたこと、まあ多分あゆみちゃんの場合は一人の紹介者がいて見つけた形になるんですけど、はい、それちょっとさらっと教えていただけますか。なんか概要みたいな、その物語の概要みたいなのがあって、その応募要項みたいな感じで書いてあったんですけど、はい、まあ、概要をサクッと見た時にちょっと自分と重なる部分があるなっていうふうに思って、まあ、それで言うとやっぱり夢を追いかけてるっていうところだったんですけど、まあ、そこでちょっと自分に似てるんじゃないかなって思うところがあって、まあ、すごく気になって、まあ、最初の段階ではもう本当にそれしかまだ詳細はそんなに書いてなかった、分からなかったですけど、まあ、関われたらいいなっていうふうに思って応募しました。なるほど。イラストレーターの根本真子の場合はもうだいぶね、もう人生の、まあ、先輩、まあ、今19歳とおっしゃったんで、まあ、だいぶ人生の先輩にはなりますけど、何かお役に立てそうですか、この映画を見て。いや、まあ、9月10日ですけど、詳しくは言えないですけど、うん、やっぱ台本をいただいて読んだ時にやっぱいろいろ刺さる言葉だったりとかあって、うん、はい、すごく良かったです。ありがとうございます。はい、実際この現場に6月にね、5時間かかって撮影したんですけど、実際が現場に来ていただいて、はい、まあ、その前に1回か2回いましたよね、私とね、はい、確か、はい、そう、歌の練習で。で、実際その当日現場に来る前に思っていたことと、実際現場に来てどうだったっていうのをちょっと教えていただきます。やっぱり私にとってはそういう撮影、こういう感じの撮影が初めてだったので、うん、やっぱり間近でその演技してる方を見るっていう機会はもちろんなかったですし、うん、あとは皆さんに会ったことがまずなかったので、うん、直接は、うん、なので、まあ、どういう方たちなんだろうとか、うん、やっぱ現場が初めての分すごいうまくできるかなとか、うん、あと私の場合はちょっとそのなんだろう、歌を歌わせてもらうってことで、うん、まあ、なんだろう、練習は知っていたといえども、やっぱ本番になって緊張していろいろ間違えちゃうんじゃないかなとか、まあ、そういう感じの不安もあったりしてたんですけど、うん、まあ、その撮影の場所に入った時にすごいすでにいる皆さんがすごく温かくて、うんうんうん、初めてだったんですけど、まあ、いい具合の緊張感で撮影できるんじゃないかなっていう感じです、うんうん、なるほど。はい、なんか近い年代が多かったもんね、あゆちゃんね。あ、そうですね、はい、良かったですね。
実際この歌を歌って、まあ、尺的にはそう、まあ、何分かあったっていうことだったんですけど、歌い切って、はい、終わりますって、終わりましたっていう時、何 か感想を一言で、どうでした？ほっとしたっていう感じです。ほっとした。かなっていう感じですね。やっぱりそうです。なかなか、なんだろう、まあ、たくさんその実際の、現場で練習することはやっぱりできなかったですし、事前にやったりとか、うんうん、まあやっぱリハはできたといってもやっぱその日にちょっとあったっていう感じだったんで、うん、そうだもんね、はい、それまでちょっといろいろとドキドキだったんですけど、うん、まあ、なんとかやりきって。なるほど。僕もね、こういう人を支持したり組織を作ったりする経験があったんですけど、この映画っていう部分は実は私も言いましたっけ、初めてだったんですけど、はい面白かったですね。楽しかったですね。はい。普段の今の活動をもう少し詳しくお話ししていただきたいのと、ちょっと PR をですね、していただきたいんですけど、今は、大学、大学何年生？ 19 歳。今 2年生です。2年生ですね。はい。4年間の大学ですか？はい、4年の大学で。あ、じゃあ今半分がまあ半分、今まだ半分というところか、半分いってないんですか？はい、そうです。大学では何かそういう音楽関係なんですか？それとも全く別ですか？いや、もう全く別で、今大学では本当にもう普通の大学なので、うん、まあ、学校で今心理学勉強してるんですけど、うん、特に何だろう、本当に音楽系の多い大学とかやってたりでもなく、中学高校も、まあ、音楽はやりたいなと思ってたんですけど、まあ、自分が行く中学にはそういうのがなくて、バレー部、運動部のバレー部に入って、高校も音楽やりたいなと思いつつ、一回その高校で音楽の部活に入ったんですけど、やっぱ中学校までのそのバレーボール部がすごく厳しい部活だったので、ここで上がってその音楽入ったところが、まあ、週2ぐらいの活動で、うん、まあ、本当にゆるーくみんなで音楽を楽しむみたいな部活だったんですけど、そのの環境よりも私はもっとなんか厳しいところに行きたいなっていうふうに思って、その高校で音楽の部活を入って3日ぐらいでやめて、うんうん、してハンドボール、運動のハンドボール部に行ってして、もうそこから毎日のようにハードに部活してたんで、やっぱりちゃんと学生の期間に音楽をやったっていうのはなくてっていう感じですね。うん、もうただひたすら歌うのが好きで、うんうん、ただそれをなんか部活とかでやったことはないっていう感じです。あ、なるほど。ちなみにハンドボールはどこやってたんですか？ポジションは。ポジションは、一番なんだろう、走るところなんですけど、はい、サイドっていうところで、うんうん、やってたんだ。はい、やってました。で、今はそのやってること、まあ、PR につながるんですけど、はい、まあ、先ほどライブ配信とおっしゃいましたけど、はい、どういうアプリで、いつも どの程度、まあ、そこ教えてもらえます？今はミックスチャンネルっていうアプリで配信してるんですけど、うん、去年の7月、大学1年生の7月から始めて、まあ、今もずっと続けてる感じで、うん、今ちょうどそのイベント、これ多分放送される頃に多分終わっちゃってるんですけど、あ、はい、うん、はい、イベントに参加、うん、歌のイベントにそれこそ参加してて、うんうんうん、まあ、基本夜をメインに配信してる感じです。なるほど。ということはミックスチャンネルってミクチャのことですよね。はい、ミクチャに入るとあゆみちゃんが歌ってるところが見えるということですよね。そうです。基本的にはリスナーさんからこの曲歌ってほしいとか、また私が歌いたい曲とかもあるんですけど、うん、歌ってで、みんなと来てくれたみんなと喋ってっていう感じで配信してます。なるほど。どこで歌ってるんですか、場所は？大丈夫ですよ、慌てなくて。聞こえますか？はい、大丈夫です。歌はどこで歌ってらっしゃるんですか？配信の時ですか？うん、配信の時。配信の時はもう本当に家で、あ、自宅で歌ってるんですね。はい。で、なんか最近それこそマイクを調達して、うんうん、ミキサーっていうそのままちょっとつなぐエコーとかがかかるやつを買って、はい、うん、
でそれであの部屋で自分の部屋であの配信してたんですけど、うん、私が結構配信をつけたら夜中まであのやってしまうというか やって、うん、やっぱり少しでもイベントに勝ちたいっていう思いがあったりするので。あ、なるほど。あのちなみにご自宅で歌われるということは他のご家族の方もそうなんですよ、干渉されてあの自宅はあのその実家なので、うん、あの他の家族もちろんいて、いつも私の部屋は2階にあるんですけど、うんうん、みんな寝るとき2階に上がってくるので、やっぱ夜遅くになると自然と声がちっちゃくなっていてそうするとやっぱ思いっきり歌えないっていうのがあるので、最近はあの下の部屋で配信するようにしてますなるほどなるほど、はい、あのなんか楽しそうで大変そうですけど楽しそうですね、はい、そうですね。あのあれですね、ちょっとこちらこの QR あの入るとあのあゆみちゃんの歌が見えるようになってるので、あのこのラジオを聞いてらっしゃる方は分かんないんですけど、あ、ラジオを聞いてらっしゃる方はどうすればいいですか？ミクチャーをまずアプリをインストールして何で検索するんですか？はい、私のあのミクチャーのそのプロフィールの URL があるので。あ、 URL があるんですね。あ、はい、なるほど。あの一応検索でも入れる、あの検索かけられるんですけど、うん、あのあゆみっていう名前が多分いっぱいいて、どのあゆみかが多分わからないと思うのでURL が貼れそうだったら。あ、 なるほどなるほど。じゃあ URL をこちらと、一応 QR と、はい、あのちょっと YouTube をご覧になっていただいて、ラジオを聞いてらっしゃる方はあの FM 技能案で出てきますので、はい、出会いは奇跡のチャンネルですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しそうですね、本当に。もともと埼玉でしたっけ？はい、そうです。生まれも育ちも、はい、首都圏でですね、生まれ育ちですね。そうです。なるほどなるほど。じゃあ次にですね、まだちょっと時間あるんですけど、この出会いは奇跡をですね、まあ、楽しみにしていらっしゃる方がまあまあいるんですけど、まあ、その方々に何か一言お話しいただけますか？私はその歌の部分で参加っていう形なんですけど、うん、お話全体を通してすごいあったかいストーリーで、うん、やっぱり少しでも多くの人に見てもらいたいなっていうふうに思いますね、うんうん、なんかやっぱりいろいろ刺さる言葉とかも本当にあのお話の中にたくさんありますし、うん、あれそうだな、夢を追いかけてる人とかだったらなおさらなんですけど、うん、私と同じ立場の人とかにも、まあ、そうじゃない人とかにもたくさん の、うん、年代の幅の方に見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございましたあのイラストレーター根本真子の下積み時代の映画なんですけど、内容がちなみにあの絵とかは興味あります？絵を自分が描くということに対して。私本当に絵が苦手で本当にあの壊滅的な絵を描くぐらい本当にあの画力がなくて、うん、それこそ配信でもあのたまに絵を描いたりするんですけど、うん、それはあのもうみんなもう承知の上ですごく自分が描けないっていうのを知ってるんで、もうほぼ面白半分な感じであの描いたりするんですけど、私が描いてこれは何か当てるみたいな感じでやったりするんですけど、うんうん、それぐらい本当に絵がちょっと苦手でなるほどなるほど。好きないんですよ私あの見る分は好きですか？あ、それは好きです、はい。あの絵はってあの絵、まあ、イラストなんですけど、いろんなパターンがあるじゃないですか。かっこいい、まあ、デザイン系描く人とか、こういう根本真子みたいな本割り系とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、あの映画みたいなシャープな絵とかで、ちなみにあゆみちゃんは一番あの、まあ、癒されるというか、まあ、好きな絵はどういう感じの絵ですか？もちろんその真子さんが描くあの ほっこりしたあったかい絵ももちろん好きですし、うんうん、あとは何だろう、見てパッと何か分かるっていうよりは、これはどういうことを表してるんだろうなってちょっと考えるような絵が好きです。あ、なるほどなるほど、はい、あの哲学的というか。そうです、なんか日常を表す絵というよりは、なんかこれはなんかちょっと変わった絵で、なんかこれはどういうことを表してるんだろうなとか考えたのが、うん、あ、なるほど、ちょっと好きだなっていう感じです、うんうん、
なるほどなるほど、はい、いやーもう本当に僕も音楽やってるから楽しいですね、このこういう話も、うんうん、はい、まあ歌手を目指していらっしゃるということなんですけど、はい、バンド、バンドの仲間とかそういうのはいらっしゃるんですか？音楽はいなくて、なんか中学校の時に、うん、本当に同じクラスの子で歌うのがすごい好きな男の子がいたんですけど、うん、その子が高校でバンドみたいなのに入って、まあ、それこそ私も一緒にやらないかみたいな話は出たことはあるんですけど、うん、なかなか実現せずっていう感じで、バンドの仲間みたいなのはいないですね。まあ例えばほら歌を歌う方っていう中にものすごいたくさんいますけど、はい、まあ、歌だけを歌う、まあ、方、ピンで歌う方もいれば、バンドとして、まあ、本当ドリカムさんみたいな、うん、まあ、ああいうね、いろんな形で歌えると思うんですけど、はい、まあ、仲間がいて演奏ですよね。演奏する仲間がいて、その中で歌うのと、うん、もう単純にその歌だけっていうのは、どちらかというとどっちが楽しいというか、あ、夢に近いですか、アニさんの。なんかそれこそバンドみたいな経験が自分にないので、うんうん、自分がちょっとそこをやってるところは想像つかないんですけど、うん、でもなんだろう、まあ、それとちょっと比較していいかわからないですけど、うん、中学校の時に合唱祭とかがあって、はい、そういうのがすごい好きだったんですよ。なんかそれぞれパートをごとに練習して合わさった時がすごいなんか感動する、うんうんうん、なるほど。なんかそういう面ではバンドとかも、まあ、一緒にしていいかわからないですけど、それぞれの楽器と歌があって合わさった時になんか、うん、なんかできたってなるんじゃないかな、うん、なんかそうですよね。僕もそれ今考えたんですよね、はい、もうパッと見てもう本当独身術ではないですけど、なんかあゆみちゃんがボーカルでいて、あとそのベースだったりドラムだったり、うん、まあ木管楽器とかだったり、なんかそこでガーンとなんか売れるのもね、やっぱり目立つという意味では目立つんで、なんか楽しそうだなと、なんとなく思いましたね。はい、やったことないんですけど、やってみたいなっていう感じではあります。うん。なんかそういう人たちが現れてもなんか楽しそうですね。うん、一緒にやらないですかみたいなね。はい。そういうお声があったら、お声かけます。ぜひ。ね、面白そう。結構多いですもんね、そういうね、ユニットでやってる。そうですね。最近結構バンドとかも増えてきてますよね。そうですよね。ですよね。ハード系、ポップ系、聞かせる感じ。一番歌いやすいのはどんな歌ですか？はバラードが得意なので。バラードですね。聞かせる系の歌が得意かなっていうふうに。ああ、うん。ということはなんか例えばこれはもう勝手なあれですけど、なんかバイオリンと。ああ、はい。バイオリンとなんかファゴットみたいなものと歌を歌うってすごいいいでしょうね、うん、あと綺麗な歌とか、うん、そうですね、綺麗な感じですよね。はい、でもそれこそ配信を始めて、まあ、本当最近ですけど、やっぱり配信するでやっぱ自分が歌っているだけで満足しちゃいけないなって思って、もちろんそのバラードとかで、まあ、歌詞を届けるように歌うのは一つなんですけど、うん、みんなで盛り上がれる曲、配信はコメントでしかリスナーさんとこうコミュニケーションが取れないんで、うんうんうん、コメント上でも盛り上がれるような愛の手を入れる感じの曲とかも最近は歌うようにしてますね。なるほどなるほど、はい、もう対談のお時間がもう切れるので一旦あれですけどちょっとまた後から話しますかとりあえず今回ね、あっという間でしたね出会いに奇跡にね、出会いは奇跡に出ていただいたあゆみちゃんでした。本当ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。引っ込み思案でのんびり屋さん、不器用で成績も悪く不登校、そしていつも一人ぼっち。でも彼女には一つだけ好きなことがあった。それは絵を描くこと。どんな時も自分の力を信じて夢や希望を諦めないで。すべての人に送るノンフィクション映画、出会いは奇跡。
君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こうよ、手をつなぎ。流れ星に誓うよ、明日を信じ。どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。